はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第429回をやっていきたいと思います。今回は危機感か希望かというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。で、今何をやってるかっていうと、指導者が実際に指導していくと。で、その時の、過程ですよね。途中過程っていうのを見てるということになります。で、指導者が指導していくってなった時に、土台として2つのものが必要だということですよね。まず最初の一番の、土台というのは目的、目標の明確化ということです。で、そもそも何のためにこの会社は存在しているのか、何のためにこの組織は存在しているのか、何のためにこのチームが結成されているのかと。ね、その目的ですよね。長期的な理念と言ってもいいと思います。で、その長期的な目的に向かった時の中間地点での目標、ね、この目的の方向に行く時の途中段階として、何年何月何日までにこの数字を達成するという目標ですよね。で、それをまず指導者自身が、自分自身がはっきりと、強く認識している、ね、明確に鮮明に、想像できているという段階が1番目ということになります。で、それができているならば、指導者自身に明確な目的があり、そして具体的な何年何月何日までにこれをするという目標があったならば、今度はそれを、ね、他の人ですよね。指導者っていうのは誰かを導く人ですから、そのね、後からこうついてくる人たち、例えば従業員とか部下とか、ね、組織の人たちに今度は共有するということですよね。で、その時にただね、日本語で話すとか、ただ日本語の文章を読んでもらうというような、そういう一方通行の指示命令では、もう人は、ね、目的目標を共有するということはないということです。なぜかって言ったら簡単で、ね、人間っていうのは、ね、みんな違うからですよね。その例えば指導者が今までやってきた人生体験と、ね、部下たちの人生体験は違う、ね、仕事の体験が違う、もしくは立場ですよね。指導者と部下ということであれば、ものを見る視点が180度逆転しているわけです。そういう、こう視点が違って、なおかつ人生経験が違う相手だと、同じ日本語、同じ文章、同じ単語から、ね、その解釈、言葉の解釈が変わっちゃうんですよね。ただ日本語で話した、もしくは日本語の文章を読んでもらった、でもそれを聞いた相手が立場が違って、物の見方解釈が違うと、ね、うまく伝わらないわけです、ね、だからこういうふうに話した、でも、ね、全然違うふうに解釈するということはもうよくあるということですよね。でなれば、ね、共有っていうのはどうするかっていうと、まずは部下ですよね、従業員、部下の考え方、価値観っていうのを理解する必要があると、ね、部下には部下、従業員には従業員の求めているもの、必要としているもの、ね、大事なもの、価値観というのがあるので、まずはそれを、ね、理解するということですよね。で、それを理解した上で、ね、その、ね、必要なものというのは、この、ね、会社の目的、目標を実現していく途中過程で同時に満たされるんだと、ね、要するにこう部下と従業員が求めているものと会社が求めているものは分かれてないと、ね、違うものじゃないと、この会社の目的、目標を実現していくことが、この、ね、部下、従業員の目的、目標を、個人的な目的、目標を実現していくことにつながっているんだということで、この2つの価値観というのを結びつけていくというのが、この共有というものになるわけですよね。だからまず相手の理解に徹して、それからこっちの会社の、ね、目的、目標の理解に徹して、理解してもらうという双方向の、ね、対話、双方向の対話、コミュニケーションというのが必要になるということです。これが前提、指導者自身が目的目標をはっきり分かっていて、なおかつそれを、ね、他の部下とか従業員の人もしっかりと共有できているという段階ですね。で、これが土台にあって初めて計画実行振り返りですよね、いわゆる PDCA サイクル、プラン、ドゥ、チェック、アクションというのをこうぐる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 毎日毎日回し続けるというのが経営ということになります。はい、ということで、前回までは計画というのをやったんですよね。実際に、ね、実現可能な、ね、人が動く、計画というのを立てるという必要があるということですよね。基本的には部下に、ね、計画を立ててもらうと、ね、なぜかというと、指導者が計画を立てて、はい、この計画やれということで、一方的な指示命令だと、やっぱり部下はなかなか動かないということですよね。また部下も育ちもしないということですよね。なので、基本的には部下に作らせて、
そして部下にね、どうやったらこの目標というのが達成できるかというのを考えた上で、人が実際に動いてくれるような現実的な、ね、目的あ計画というのを作るというのが、まあ、前回までの講義になりました。で今回からはこの実行というものになります。で本人が自分で、ね、例えば指導者が自分一人で動くというよりも、人を動かす、そして組織を動かすと、人が実行する、組織が実行するということですよね。まあ、経営というのは他人にことを なさせることと、経営というのは他人にことをなさせることというのは経営ということであれば、指導者が、ね、自分が、ね、一人で動くというよりは、ね、人に動いてもらう、そして組織に動いてもらうと、ね、それがこの実行という段階になります。じゃあどうやったら人は動くのかということですよね。他者を動かす方法というのは、まあ、究極的には2つしかないということです。究極的には2つしかない。一つは、相手が失いたくないものを念頭に置いて、相手の不安、恐怖、危機感を煽るというやり方ですね。でもう一つは、相手が求めるものを念頭に置いて希望を持たせるということです。まあ、人の究極的に、人の行動原理っていうのは究極的には2つしかないと。ものすごくシンプルな話をするならば、もう痛みを避けたい、痛みを避けるために動くか、もしくは快楽を得たいですよね。基本的にはこの2つの時しか人は行動しないというふうに言われています、ね、なので、まあ、例えば痛みを避けたい、このままだったら自分は何かこれから強烈な痛みを感じてしまう、もしくはもう現時点で痛みを感じているということですよね。で今から痛みが来るかもしれない、もしくはもう今現在痛いと、じゃあその状態を脱したいというのがこの、ね、痛みを避けたい。だから人は痛みを感じそうな時、もしくは実際今痛みの中にいる時っていうのは行動するということですよね。でもう一つは、ね、快楽を得たい、要するにこっちの痛みを避けたいというのは、マイナスの状態をゼロ以上にしたいということですよね。でこっちの快楽を得たいというのは、ゼロの状態だけど、ね、より大きなプラスを感じたいという、まあ、そういう行動原理になるわけです。ただこれは両方が同じ強さじゃないんですよね。で痛みを避けたいという時の方が人は動きます、ね、でこっちの方が弱いと。快楽が得られそうだったとしても、ね、動かないっていう場合はあるんですよね。こっちの方がちょっとこうね、刺激が弱いんですよね。ね、別に快楽をね、も例えばもっとね、お金持ちになったらもっと大きな快楽が得られるかもしれないんだけど、ね、でもめんどくさいとかね、やりたくないとかね、いや別に自分はこれぐらいでいいというのであれば、まあ実はあんまり動かないということですよね。まあある程度満足しているというのであれば、より大きな満足が得られそうだったとしても、人は動かないときは動かないわけです。だから快楽を得たいっていうときは、ね、必ずしも人は動くというわけではないということですよね。でところが痛みを避けたいという場合は、これはもう100人中100人ほぼほぼ動くということになりますね。もう自分は実際あの、ね、もう自分にとって本当に大事なものっていうのを失いたくない、ね、もしくは、ね、今現在何か強烈な痛みを感じているということであれば、その状態を脱しようということで、まあ、人は動くということになるんですね。だから例えば病院の方がスポーツジムよりも圧倒的に数が多いということですよね。まあ、日本全国なら日本全国で、じゃあ病院の数とスポーツジムの数ってどっちが多いですかって言ったら、もうね、もう言うまでもなく病院の方が多いわけです。なんでかっていうと、人はね、普通は健康とか元気、あのね、健康状態っていうのはそんなに気にしないんですよね。まあ、自分は普通の健康状態だって思ってるわけです、ね、でところがいざ何か自分が例えば頭が痛いとか喉が痛いとかね、体の調子が悪いということであれば、病院に行くという行動を取るわけですよね。ね、だけど別にスポーツジムには行かなくてもいいと思ってるわけです、ね、あのスポーツジムは、ね、スポーツジムに行けばもっとね、例えば体の状態が良くなってもっと心地の良さを感じられるかもしれないけれども、ね、いや時間がないとかね、お金に余裕がないとかね、今忙しいからということで、まあね、より大きな快楽が得られるかもしれなかったとしても、人は動かない可能性があるということです、ね、なので基本的には痛みを避けたい、この場合が一番人は動くということになります、まあ、この痛みを避けたいっていう、ね、相手の、ね、痛みを避けたいっていうのにこう働きかけるのが上ですよね。
相手が失いたくないものを念頭に置いて相手の不安恐怖危機感を煽る、ね、自分自身が何かねあの危機感ね今自分が得てる大事なものをね失ってしまうかもしれないってなると、ね、少なくてもそれを感じたならば相手は動くということになります。でそれをしないということであればもう一つの快楽を得たいという方に働きかけるという必要があるんですね。相手が求めているものを念頭に置いて希望を持たせる、今持ってないかもしれないけれどもねこれが持てるかもしれないという希望を持たせるという方法ですね、まあ、いずれかじゃないともう人は基本的には動かない、いやこのままでいいよと、ね、何もしなくていいよっていうか何もしたくないよということですよね、まあ、いわゆる面倒くさいということになります。はい、ということで危機感か希望かと、ね、指導者は、ね、その組織チームに危機感を持たせるかもしくは希望を、ね、持たせるかという形で人を動かしていくわけです。でこれは状況にもよるんですよね。その組織の状況とか置かれている環境にもよりますね、だからいつもこういうふうにした方がいいというわけじゃなくてその状況によるわけですね。だから、まあ、これはまたいずれ、近いうちに解説すると思うんですけど、ね、やっぱりバランスなんですよね。全く危機感がない組織にとってはもう危機感を与えないといけないわけです。もう危機感ゼロみたいなね、まあ、ほとんど日本の大企業なんていうのはほとんどそうですよね。ね、もうジャパンアズナンバーワンなんてね1985年、今から32年前にもうねジャパンアズナンバーワンとか言われていて、その過去の栄光が忘れられない人たちっていうのは危機感を持ってないですよね。ね、だからシャープが買収されて東芝が経営危機になりみたいなね、そういう状態になるわけですね。いや自分たちは世界で一番の世界一の液晶テレビを作ったんだとかって思ってたわけですけど、実際はねもう経営破綻状態ですよね。まあ、台湾のホンファイに、ね、買収してもらわないと結局シャープは、まあ、実質もね債務超過だったわけですからね、だからまあね、そういうこうなんか過去の成功体験に、ね、もう完全に、ね、すごくのんびりしてる、ね、そのなんかプライドが高く、過去に成功体験があってプライドが高くて実際現実を全然直視してないっていう場合はもう絶対危機感が必要になるんですよね。だから例えばね、まあ、日産ですよね。日産っていう車の会社で、もうあの会社ももう実質ね、経営破綻状態にあったわけですけど、ね、フランスからね、カルロス・ゴーンという人が来て、でも危機感をもね、出して、もう実際リストラもね、かなり大幅なリストラっていうのも実行したわけですけど、ね、それによって、まあ今でもね、日産っていうブランドは、まあ生き残ったということがあります。だから、こうね、危機感がないところにはもう危機感を与えるしかないわけです。ね。だけど危機感持ってて、ね、もうすでに危機感持ってるところに関しては逆に希望を与えないといけないというところもあります。なんでかっていうとこっちの場合はですね、だから強いんですけど短期でしか効果が持たないんですよね。でこっちの場合は弱いんですけど長期で効果が持つわけです、ね、だからね、いわゆるこうね昔話っていうかおとぎ話でね、狼少年っていう話がありますけれども、狼が来るぞって言ったらみんなうわーって動くわけですよ。でまた狼が来るぞって言ったらうわーって動くわけです。でまた狼が来るぞって言ったらわーって動くんですけど、だん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 狼が来るぞ狼が来るぞ狼が来るぞって言って来ないという状態が続くと、もう人はねそれを嘘だと思っちゃうんですよね。ね、もう嘘だと思っちゃうんですよ。狼が来るぞって言ってわーっ、狼が来るぞわーっ、狼が来るぞわー、ね、で来ないじゃないかと、なんだ嘘じゃないかと、ね、狼少年は嘘をついてるということになるわけです。で本当に狼が来た時に全部やられてしまうというパターンなんですよね。つまり、ね、この痛みを避けたいっていう時は人は動くんですけど、そんなにこう何回も何回も同じ刺激でね、同じ危機感は持たないんですよね。もう麻痺しちゃうわけですよ、ね、もう麻痺してしまうんですよ ね。だから長くは続かないんですよね。長くは続かないね。例えば、ね、なんか人にどうしても動いてもらいたい、組織を動いてもらいたい、会社を動かしたいって言った時に痛みを避けたいっていうところに働きかけて、相手が失いたくないものに対して不安恐怖危機感っていうのを煽るというやり方で人を動かすと、一時的に短期的にこう動かすということは可能なんですけど、でもそれは長くは続かないんですね。もうだん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 その、ね、状態に慣れていってしまうということですよね。だから、ね、理想的にはやっぱりこっちの方で動かしたい。もう十分危機感持っていると。十分危機感持っていると。
ね、だから、ね、それでこう希望を持たせて、ね、今はこういう状態だけれども、でも将来はこういうふうになっていくんだということで、こっちの前向きな方向にやっぱりこう人とか組織を導いていくというのが理想的ということですよね。まあ、正当な危機感を持ちながらも、実際は希望とか夢とか、ね、理念とかビジョンに向かって行動していくというのが理想ということですよね。まあ、日本全体のことを言うと、あまりにも危機感がなさすぎるということですよね。まあ、例えば日本の人口が減ってきてるとか、ね、平均年収がね、昔は日本総中流で平均年収が500万だったのが400万台円に なってるとかね、まあ、そういったことに対して、もしくはね、日本の国家財政破綻ですよね。ね、日本の国の借金がもう1000兆円を超えているということです。それはもう何年も前から言われているので、もう日本国民からするとなんか狼少年的な感覚があるんですよね。まあ、って言ってもね、みたいな。ね、その国家財政破綻とか年金とか、ね、その人口が減ってるとか平均年収が下がってると言っても、もう何年も前からずっと言ってますよねみたいな感じで狼少年的な、ね、感覚になってるわけですけど、ね、そういう風になんかね、もう危機感自体を感じない人っていうのが日本の、ね、中で割合として多いんですけども、非常に危ないということですよね。なんでかっていうと、こう全部、ね、こう変化が緩やかなんですよね。例えば人口が減ってるっていうのはもうものすごい大きな問題なんですけど、でもね、1年単位でまあ50万人、1億2600万人の50万人とかぐらいしか、ね、しかっていう言い方をしたらおかしいんですけど、ね、あんまりこう生活に実感がないんですよね。これが急激に、ね、今1億2600万人の、ねね、人口がね、いきなりある日突然半分の6000万人になったとかなったらものすごいびっくりするわけですけど、そうじゃないわけですよ。ね、1年で50万人、ね、ってことは、まあ、1日あたり、ねね、何千人かっていう感じですよね。365日で割ったならば、まあ、何千人という感じなわけです。だからこうなんか生活の実感としてこう激変してるっていう感じがないんですね。こう徐々に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 こう下がってきてるわけですよ。こう平均年収もそうですよね。平均年収もその500万円が結局400万円になった時に、ね、例えば1年で去年まで500万円もらえてたのに、次の年いきなり100万円減って400万だったら多分みんなびっくりすると思うんですよ。でもこれをこう20何年かけて、バブル崩壊してからの、まあ、25年ぐらいかけてゆっくりゆっくり下がってるので、100万円ぐらいですね。まあ、ただ単純に例えば100万円が25年で下がってるってなると、1年で4万円下がってるわけですよね。ってなるとね、まあ、1年で4万円ということであれば、そんなになんかね、まあ、急激にこう変化がしてるっていう感じがないんですよね。だからもうなんか慣れてしまってる、そのなんかこう下がってきてるのに慣れてしまってる、なんかこう狼が来るぞ狼が来るぞ狼が来るぞと言ってても、ね、いや別に国家財政破綻なんて何年も前から言ってるのに破綻してないじゃないかとかね、ね、例えば年金も持たない持たないって言ってるけど、実際ね、年金今支給されてるじゃないかとかね、っていう感じでなんかもう慣れてしまってるんですよね。だから人はね、なんかこう危機感を持ってないっていうところがあるんですけども、非常に危ないということですよね。まあ、そういったのはちゃんと分かってて、ね、それに対しての対策っていうのを取らないと、ね、後で やりますけど、もう基本的にはその人の人生っていうのはもう衰退していく、その人の会社とかその人の組織とかっていうのも必ず衰退していくということです。だから、ね、危機感っていうのは持つ必要があるんですよね。必ずその危機感っていうのは絶対に忘れる必要がないと、忘れてはいけないということです。ただその危機感がありながらも、毎日24時間365日危機感の中でじゃあやれますかって言ったら、さあ人間無理なんですよ。それはもう絶対無理ですよね。それはもう考え方はすごく後ろ向きになるし、ネガティブになるしね、ものの見方がすごく視野が狭くなるし、ね、全然こう広いね、視野が持てなくなってしまうので、ね、危機感はちゃんと忘れることなく持ってるんだけど、日々24時間365日はできるだけこう前向きに未来に向かって希望に向かって行動していくということですよね。まあ、この2つっていうのは両方が必要になるということです。でそうした時に一つの、ね、パターンとしては、まあ、一つの典型的なパターンとしては、まあ、これが絶対というわけではありません。もうね、組織が十分に、もう組織自体が十分に危機感を持っているということであれば、この1番2番というのは必要なくなってきますよね。
1番2番っていうのは必要なくなって、ひたすらこう規模ですよね、理念とかビジョン実現に向かってやっていけばいいわけです。ただ日本の全体的な、ね、流れとしてはでも全あの、ね、圧倒的多数としては危機感がなさすぎるので、のんびりしすぎてるんですよ、ね、なんかもう平和ボケしてますよね、完全にね。だからまあそういう意味ではやっぱこう普通はこういう順番がいいんじゃないかということですよね。なんでまず危機感を持たせるということですよね、まあ、日本の今の、ね、現状で、ね、危機感を持ってないっていうのはよっぽど鈍感だというふうに言っていいと思うんですよね。人口は必ず減るって分かってて、人口が減るってことは必ず経済は下がっていくってことも分かってて、ね、そして、ね、平均年収も確実に下がってるっていうことも分かってて、ね、それでいつかなんとかなるんじゃないかっていうね、っていうのはあまりにもなんかね、こう鈍感ということですよね。そういったまあ正当な根拠が必要だということになります。ね、ちゃんと、ね、理論的な裏付け、もしくは数字的な裏付けを持って、しっかりと危機感は危機感として持つという必要があると、ね、このままじゃいけないんだと、ね、なんとかしないといけないということですよね。そういったのを、ね、ちゃんと指導者が持っていて、それを、ね、みんなに共有して動く、ね、必要性っていうのをまず感じてもらうということです。のんびりしてていいわけじゃないということですよね。ただし、これはさっきも言ったんですけど、この痛みを避けたいっていうのはすごく強烈な動機なんですけど、短期しか続かないんですよ。そんなに何年も何年も同じね、危機感でこう引っ張り続けるってことはできないんですよね。まあ、簡単に言うともうね、3ヶ月ぐらいが限界なんですよね、これは。だから短期っていうのはまあ3ヶ月以内っていう感じですけど、3ヶ月以内で何らかの成果を出させる必要があるということになりますね。まず危機感をね、まあ煽って、煽ってっていうか、まあ、実際正当な根拠をもとに危機感を持たして、で3ヶ月以内に何が何でも何かね、結果を出させるという必要があります、ね、で恐怖の感情を持ってない人っていうのは実は時代から排除される。これがまあ進化の原理なんですよ ね。恐怖っていう感情はみんな感じたくないんですよ。恐怖とか不安とかね、そういったのは本当はね、不安とか恐怖とか危機感って本当は感じたくないんですよ。不安を感じない心、ね、もしくは恐怖を感じない心、それが穏やかな心みたいな、ね、まあ、そういう感じ、幻想があったりしますけど、実はそういう人って危ないんですよね。危ないんですよ、ね、だから人口も減ってる、経済も下がってきてる、自分の年収も下がってきてる、でもね、別に自分は不安もないし危機感もないし恐怖も感じてないしっていう人はね、そういう人っていうのは時代から排除されちゃうんですよね、まあ、結局もうどんどん人生が衰退していく、その会社その組織もどんどん衰退していくわけです。だから人はね、その不安とか恐怖って感じたくはないんですけど、ね、実はその恐怖の感情を適切に持ってる人だけがね、時代とともに進化することができると、あ、これはね、これは良くないと、ね、これは何とかしないといけないと、ね、これは自分を守るのは自分しかいない、もしくは自分の家族を守るのは自分しかいない、もしくは自分の会社を守るのは自分しかいないということで、ちゃんと恐怖の感情を適切に持っている人だけが実は時代とともに進化すると、ね、あ、これはちゃんと改革しないといけない、変革しないといけない、ね、変わらないといけないということを強く感じられる人じゃないと実は進化していくことはできないということです、ね、自分は不安感じたくないんですね、恐怖を感じたくないんです、ね、だからそういう不安とか恐怖を感じないようにってしてる人っていうのは時代とともに緩やかに淘汰されていってしまうということです。だから危機感を持ちましょう。ただし、ね、状況によってもう十分危機感を持っているとかね、もう十分にあの危機感、不安とか恐怖でもういっぱいいっぱいだっていう人にさらに、ね、強い不安とか強い恐怖を与えるということは必要ないんですよね。でそれは必要ないわけです。まあ、その人が不安を感じているとか恐怖を感じているということであれば、それは、ね、その人は動いている可能性があるので、もう その場合はそれ以上の不安とか恐怖は必要ないんですよね。だからやっぱり状況によって、人によって、まあ、あのこのやり方っていうのは変わってくるということになるわけですけど、まあ、全体的には日本っていうのはゆっくりしすぎているので、ね、そういう意味ではやっぱ危機感というのを持つ必要があるということです。で仮に危機感を持って、ね、そしたら3ヶ月以内で、ね、この行動のエネルギーっていうのは長くは続かないので、長期は続かないので、3ヶ月以内で何らかの成果を出させる必要があるということです。で成果が出たならば、ね、あのこの方向で正しいんだと、ね、自分たちが改革した変革したこの方向の行動で正しいんだっていうのを実感できるので、今度は長期の、ね、行動エネルギーに変えていくということですよね。希望を持たせるということですよね、まあ、夢とかビジョンとか理念っていうのをね、本当に素晴らしい、ね、状況っていうのに向かって
自分たちはやっていくという流れですね。この流れで結局その作った計画を絵に描いた餅にせずに、まあ、人を動かして、ね、他人に事をなさせて経営していくという段階ですよね。今やってるのはこの実行という段階です。そのみんなが動く、組織が動く、でそしてその計画を実行していくっていう段階ですね。でその時に危機感か希望かって言った時に、もちろん状況ね、人によって状況、組織によって会社によって状況は違うわけですけど、まあ、一般的には危機感を持って短期で何らかの成果を出して、それでね、自分たちはこれが正しいんだ、やってることは正しいんだ、この方向でいいんだっていう確信があった状態で希望を持って夢とか未来の実現に向かってさらに長期的な行動を続けていくということですね。この、ね、流れっていうのは、まあ、一般的であるということでご紹介していきたいと思います。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。